critically crucial to Libya. We hear shelling right now. What is that shelling? We are clearing the area of Gaddafi's troops, a top field commander tells me. But Ajdabiya was not cleared, as we found out. A firefight turned us around as we made our way down the main road. The fight for the city has been fierce, a street fight, one general called it. Rebels taking up positions along the main roads like this vehicle here. Gaddafi's forces coming in and blasting them. The decisive moment, NATO airstrikes this morning, hitting Gaddafi's forces, forcing them back out of town. So it was NATO, once again, that won the day for the rebels. And that's the story of this war. Without NATO, the rebels would lose. And even with the airstrikes, they are not strong enough to overthrow Gaddafi. A young soldier in Gaddafi's army, hardly more than a boy, a straggler. He tried to take his own life when surrounded. He failed. This man came to attack your town. Yes. And yet you're saving his life. We have to save him. He's a human being. A moment of basic human decency amidst the indecency of the Libyan civil war. Terry Moran, ABC News, Ajdabiya, Libya. するものは何もありません。ミスラートでは反政府勢力とカダフィ大佐支持派が最も激しい戦闘を続けています。町で殺し合いが始まってからすでに1000人が死亡したとのことです。トリポリのリビア政府の見解では、紛れ込んだアルカイダのテロリストを制圧することはヨーロッパの利益にもなるはずであるとのことです。自国民に対する犯罪行為を正当化しようとするカダフィ大佐の試みです。反政府勢力は彼らの見方では NATO による支援が不十分であると訴えています。あそこの陣地の座標軸はすでに10回も NATO に送りました。でも私たちは今でもあそこから銃撃されているんです。反政府勢力は勝ち目のない戦いをしているのかもしれません。イスラエルへの人道援助の希望は破れました。人道援助用の回廊地帯の約束をカダフィ大佐は関係ないとしています。戦闘が始まって53日、ミスラタは市民が苦しむ中、カダフィ政権側に抵抗しています。武器も乏しく、食料弾薬も不足、ミスラタ市民は包囲されています。今日も激しい攻撃を受けるミスラタはリビア西部で唯一政権側に抵抗している都市です。かねてから反カダフィの町であり、1975年にもクーデター未遂で主導したミスラータ出身将校らが処刑されました。ミスラータからは数千人の市民が脱出し、今や人口が3分の1になりました。正確な情報は分かりませんが、この2ヶ月で死者は1000人近く、その多くが市民です。町への出入りは港ですが、近づこうとする船は陸からの政権側の攻撃にさらされます。市民5000人以上が脱出しようとしているこの町に物資の搬入は難しいことです。市街戦の中心部はトリポリ大通りで激しく行われています。イギリスは包囲された市民の支援を惜しまないとの立場です。国際開発省です。市民5000人をアレキサンドリアへ運び、また戻るという支援を国際機関を通じて行いたいです。しかし、避難するにも戦うにも猶予はありません。地区で約9時間激しく戦闘し、この地区からカダフィ側勢力を追放したと述べました。反政府勢力側の損害は死亡6人、けが人11人でしたが、カダフィ軍側の兵士13人を捕虜にしたということです。またリビア東部からアルジャジーラの特派員が伝えるところによりますと、反政府勢力は拠点となっているアジュダビアから西に進撃を始め、ブレイガの東部地区を占拠しました。一方、リビア国営テレビによりますと、 NATO 軍はトリポリ南方のアジーズイヤを爆撃したほか、中部の都市シルトの周辺にも爆撃がありました。そしてミスラタ市内の病院医師はカダフィ軍側のミサイル攻撃によって子どもを含む6人が死亡したと述べました。カダフィ軍によって包囲されているミスラタの町の状況は惨状を呈しています。カダフィ軍からの激しい攻撃がここ2日間続いており、数十人の死者と数百人の負傷者が出ています。
これまでこの病院では15人が死亡していますが、この数は今後も増えるでしょう。怪我人は40人ですが、これも増えています。病院は体のあちこち、頭や腹部など弾丸の破片を受けた人たち、怪我人でいっぱいです。イスラタラの医師は15日朝、カダフィ軍側のミサイル攻撃によって子どもを含む8人の市民が死亡したと述べました。カダフィ軍側はロシア製のグラッドミサイルを使用していますが、このものはこれがリビアの独裁者が市民に撃ち込んだミサイルです。総長は15日、今日はリビアのカダフィ大佐が退陣するまで軍事作戦を継続すると述べました。国連決議がカダフィ体制の転覆を目的に掲げていないことをすでに NATO は無視し、空爆作戦に投入する戦闘機を増やす計画です。リビアからレポートします。前線は相変わらず東部の町アジュダビとブレガの間を揺れ動いています。ミスラタでは市街戦が続いており、首都トリポリでは NATO による空爆が行われています。反体制派の事実上首都となっているベンガジはそれらの都市よりはるかに平穏です。小学校はまだ休み、子どもたちの中には交通警察の制服を着て交差点で交通整理を手伝う子もいます。15歳のイスリアム君です。警察署長に言われたんです。警察官になりたいかって。だからはいと言いました。今警察官が足りないのでお手伝いしています。警察官だけでなく警察署も足りません。革命の初期に爆撃を受けたためです。一方、首都トリポリではカダフィ大佐が首都の安全性を PR。 この映像は国営テレビで流されたものです。カダフィ大佐に似た人物が車で民衆に挨拶する様子が映されています。その間も NATO による空爆は続いており、犠牲者が出ています。アメリカのオバマ大統領、イギリスのキャメロン首相、フランスのサルコジ大統領は連名で声明を発表し、カダフィ大佐がリーダーにとどまったままのリビアは想像できない、彼が政権にとどまる限り NATO は市民を守るための空爆を続行すると述べました。これに対しフランスの外相は次のように反論しています。国連決議はカダフィ政権の打倒を目的としたものではなく、リビアの紛争を調停するためのものであったはずだと。トリポリの南西部、住宅地が数回爆撃を受けました。住民の安否を心配する声がここ反体制派の拠点ベンガジでも聞かれました。リビアからお伝えしました。